ナツァギーイン・バガ・バンディは、モンゴル国の政治家、第二代モンゴル国大統領を務めた。1950年4月22日に、モンゴル人民共和国のザブハン・ケンヤルーに誕生する。遊牧民の出身であり、ウォッカ工場技師を経て、ソビエト連邦に留学して、政界入りを果たした。1990年に、モンゴル人民革命党中央委員会初期となり、 1992年に国民大会議議員当選及び議長就任。同年2月にモンゴル人民革命党党首に就任した。当時モンゴル民主連合の円イハン内閣が政府機構縮小、公務員削減、公共料金値上げ、国有企業民営化などの急進的な市場経済化政策を推進していた。結果、通貨トゥグリクが下落し、インフレが進み、 失業者が増大していた。1997年5月の大統領選挙に出馬し、モンゴル民主連合所属で、現職のポンサルマー議員、オチルバト候補に対し、緩やかな市場経済化、弱者保護を標榜した。初のテレビ討論も実現した。当初から優勢が伝えられていたが、伝統統統一党のゴンボジャブ候補も含め、他候補を寄せ付けない強みを発揮した。 長男は日本の北陸大学に留学経験があり、極修山と幼馴染みである。ありがとうございます。